待ってくれ。やっと気づいた。遅かったね。ちょっと手を貸してくれ。銃は使えるんだろう。こっちをやって。奴らが死ぬか弾切れになるまで。弾ないっす。ということでチャプター10。この実況はニックとご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。あーてん、イエーイ。このまま行くな。動画的にはね、次のチャプターにもなってるでしょう。急に終わったんじゃないかな、次回は。あー、助かったで。ということなんで、次の動画になってます。リフテンです。ネルです。コウさんです。忙しすぎる。ちょっとね、乱暴な始めたし。あ、とどめさせんじゃない。とどめさせんじゃない。仲間が強い。ということで、前回はなんかよくわかんないシンプルに私の味方になりなっつったら、いやーなっつったらゴーネで襲われました。ということなんでね、弾をよこせ、弾を。目が覚めたら知らない女性とかね。そんなことより弾。それでもうこう戦闘状態になっております。ここね、まだ敵っぺ来るから乗り越えてね。相変わらず前回に引き続き味方は死なない。体力はあるよね。いや、それよりとどめを刺せ。接着しました。後ろの方がいいんじゃない。そうだね、回復です。回復かい。あ、どうも。もう一個右の乗るぐらいに本番見る。本番見。ただの本番見。あ、痛い。任せました。ガー裏剣。行き過ぎじゃなかった。痛い。あ、痛い。いけるー。いやー、マジで。いやー、出た。やっちゃえ、やっちゃえ。よー、死んだんじゃね。で、壁から来ますね、次は。今の音なんだ。前に2発で行くね、あいつは。気をつけろ。はい、はい。一発、一発。ああ、もう一回行く。ビリビリ。診断、診断はまだ。はい、はい。もうないです。オッケーだね。終わったんじゃないか。いろいろ物拾って。これで最後だ。多分これで最後だ。まだこれ絶対。拠点は諦めるしかないな。あんな分かりやすいのは作らない。隠してあるんだ。まずあいつらを倒さなきゃな。建物の後ろ、赤い垂れ幕があるだろ。なあ、あの下に拠点のハッチがある。分かった。俺が先に行こう。身を低くしてついてこい。船さあ、明らかにバレているぞ。
ナイスです。さあ、はい、ナイス。残り2体ですかね、見えるところでは。さあ、スニッキル、ネルさん、まずいんじゃないか、それは。仲間が目の前でやられりゃ、それは誰だって叫びます。とりあえずハープンに変えるところ、おすすめしたいところだが、3体目が来ました。痛そうです。もう撃っちゃう。倒れました。やばい。もう行ってしまったらどうでしょうか。行ってしまえ、ホトトキス。あ、行っちゃってください。危ないんで。あ、行っちゃってください。もうあれですね、そのハッチですね。あっと、倒さないとダメなの、バレてた。あ、でも一体だけ。燃えてる。すごい部分もあるじゃん。タックルには気をつけて。あれ、なにこれ。それでいいのか、セバスチャーン。クリアできたらいいんだよ。あ、そうね、もしかしてアサルトライフルじゃないかな。アサルトライフルだ。おめでとう、フリーズです。これ初めてフリーズです。始まってフリーズきましたね。これでフリーズボルトなの。またあれ以上緊張なのもいいけど、こうしね。戦いは避けられないわ。戦闘能力も強化した方がいい。スタミナー、オープン。本当アマさんはあれやんなきゃいけないしな。あう首。なんてかわいそうな。終わりだよ。この実況はニックとご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。